こんにちは、ワンタチャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。なんこれっていうものからね、とりあえず掘り出してます。今日はね、天気が午前中良かったんで東明堂海岸まで来ました。どうぞご覧ください。少し風があったんですが、やはり風裏になる前回いたところ、左側の海岸ですね、その風裏になる方、行ってきます。そちら前回半分までやったんで、今日は残りの半分、頑張ってなんかお宝ねゲットしたいと思います。ハイネケンのキャップ第1ゲット。これか、またこれかな。これだ。また1ゲット。鉄鉱石です。もういいや。針金ゲット。なんか金属のかけらゲット。ステンレス。
よくわからない金属ペット。なんかの金具ペット。タコツボかな、これ。コンクリで作ったタコツボかもしれない。そうだな、これ、コンクリートで作ったタコツボだな、ね、こう丸くなってる。タコツボ埋めて帰ります。これだよ。鉄。アルミのかけらゲット、石ゲット、鉄のかけらゲット。アルミのかけらゲット。
アルミのかけらゲット。ウルタブゲット。さあ取れた。なんだろう、アルミのかけらゲット。針金ゲット。まだ石ゲット。アルミのかけらゲット。やったー。1円らしきものゲット。アルミのかけらゲット。鉄の棒、鉄ゲット。光明堂海岸から帰ってきました。今日はあまりいいお宝がありませんでした。石が多かったんですが、前回隕石ということで1個取れた、あれのかけらみたいなものがね、いくつか取れました。これはなんか、ね、隕石じゃないですね。どう考えても隕石がね、あんな海岸にねいっぱいあるわけないから、ということで隕石ではなかったということを、発表しておきます。最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画はいかがだったでしょうか。これからも楽しいことや面白そうなことをアップしていきたいと思います。1円玉らしいものが1枚、灯明堂が、ここに見えちょこっと見えてます。またお会いしましょう。バイバイ。